こんにちは、 BA チャンネルの BA です。今日も動画を見に来てくださりありがとうございます。今日は月一恒例の小さな多肉ごと動画です。今回は3月後半から4月前半にかけて行った、いつもの動画に入りきらなかった小さな多肉ごとをまとめました。よかったら最後までお付き合いよろしくお願いします。最初の小さな多肉ごとは花壇のお手入れをした時の動画です。この場所が気に入ったようで、自分のテリトリーをどんどん広げていく金賞菊。時々こうして切り戻してやらないと周りの多肉たちが負けてしまいそうになるので、適当にカットしています。本当は切れば切るほど枝分かれしてボリュームが出てくるんですけど、だからといって切らないわけにもいかないし、悩ましいところです。今日はこんなところで置いておきます。カットしたこの苗は別の寂しいところへ挿しておきます。次は久々の登場、復活プランターです。冬の間放置していたらいつの間にか雑草だらけになってしまいました。雨ざらし、霜も降り放題で土には苔まで生えています。これじゃあまりにもかわいそうで、雑草を抜いて土を追加してあげようと思います。寄せ植えの解体で出てきた苗をいつもここへ挿して一か八かの復活を期待しているんですけど、当然ながら全部が全部復活することはなくて、挿す時期にもよりますよね。こんな感じで枯れてしまうことも多いです。今取り除いている枯れ枝がそれです。土は古い土を再生したものを入れています。これで寄せ植えには使えないけど、葉がなくなってるけど捨てるにはちょっと惜しい苗や、植えておけばもしかしたら新芽が吹くかもというような苗をいつでも挿すことができます。プランターから垂れ下がっているルビーネックレスは、ここを通るたびに踏んでしまいそうなので、もったいない気もしますが、切ってしまおうと思います。一部きれいな枝は刺しておきます。先日動画で解体した木箱に残っていたルベンスを移植しておきます。葉が少なく痛々しいですね。我が家にルベンスはこの株しかなくて、なんとかここで再起を期待したいところです。
次は庭の多肉棚のマーガレットレッピンです。正面から見ると問題なさそうなんですけど、後ろのこの苗、見るからに瀕死の状態ですよね。根元の茎がシワシワでお水吸えていないみたいです。この子も同じ株かな。後ろ半分はボロボロですね。でも前の根元には小株がたくさんできています。これは嬉しいです。とりあえず切って救えるかどうか見てみます。ついでに株元の枯れ葉も掃除してきれいにしておきます。触っても葉が落ちないので、ギリギリのところで切って置いておいたら発根してくれるかもです。だけど切り口の色は怪しいですね。こちらは茎が完全に枯れています。でも触っても葉はバラバラにならない。とりあえずこの子も様子を見ることにします。これはダメみたいです。最初に切った苗の株元に小株を見つけました。抜いてしまおうと思っていましたが、このままにしておきます。マーガレットレッピンは梅雨から夏にかけて、我が家では葉がバラバラ落ちる状態がよく発生します。胴切りして小株を育てたいところですけど、このまま切らないで様子を見ることにします。次はアドルフィーファイアーストームの花芽を切る様子です。花芽についている葉は葉差し用に保管しています。最後は以前行った多肉ごとの現在の様子をご覧いただきながらおしまいにしたいと思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。みえでした。次の動画まで、バイバイ。